ははいいいさんおはよううござまますリップルスェラ見ていきましょうニュースからいきますけどリップル訴訟は間もなく和解する可能性があるとブラッド・ガーリング・ハウスが述べエクサフェア0.6ドル前後で取引されているということですけどなんとですね皆さんブラッド・ガーリング・ハウスは SEC の訴訟から何が予測できるかについてブルームバーグのインタビューでコメントしました。うん、そして ガーリングハウス社訴訟が間もなく終了すると予想しており和解について尋ねられるとリップル社の CEO は解決が期待されていると述べたということでおやおやおやということですねうんはい続き読んでいきましょうえリップル CEO が SEC の訴訟の和解交渉についてコメントえリップル社の CEO ブラッド・ガーリングハウス氏は え先日ブルームバーグのインタビューに出演し同社が1億5000万ドル以上費やした SEC 訴訟と訴訟手続きについての考えを語った同幹部はえ7月25日に SEC との非公開会議で7月25日なので明後日ですこれを覚えておくといいでしょう、うん、前回の動画でも一応話しましたね、うん、ただその時の動画ではリップルの件に関しては話はしないと皆さんにね、えー、話しましたね うん、ですが今回のこちらの記事では7月25日 SEC との非公開会議で同社と金融規制当局と長きにわたる法廷闘争が解決する可能性があることを示唆した訴訟全体を通じてガーリングハウス氏は X サルフィは証券でないと述べ判決においてアナレスタトレース判事も同意見を支持した X サルフィは流通市場で販売や取引プラットフォームの間での販売においては証券ではない リップル社の CEO は規制と明確を望んでいると述べたガーリングハウス氏はリップル社が規制当局に説明を求めた5年前よりも状況を悪化させた責任を SEC のゲイリー・ゲンスラー議長に負わせている SEC はあ CEO は SEC 対リップル社の和解訴訟和解について直接コメントすることはできないが近いうち解決が待っていると伝えられているということでうん。 直接コメントはできないけどなんかほのめかしてるんだけどみんな和解が和解するような、うん、ねということで7月25日のね SEC の、えー、非公開会議ですけど、うん、なんかリップルのことが話されるじゃないの的なことはこちらの記事では書いてありますよ皆さんねはいということであと2日後です期待しておきましょうはいそれではステラの縁立ての4時間だ えー、斜めのねグレーのラインですけどに沿って動いてるね。はいということでねこれは行、うん、くぞもう本当にに、ね、どこまで行くかと、ね、動画でも言いましたけど2122ここだねこの高値あたりまで行くよ、うん。ということでね25日か、ね、月末かわかりませんけど、うんえー、リップルに合わせてねバーンと上がってくるんだと思いますよ。 はい、ということでまあ毎日見てるからねまあ変わりないです、ね、はい以上ですいい感じですねはい続、はい、いて XRP の円建て円建ては97円だ、ね、はいえー、まあ毎日見てるからほとんど変わらないね、うん、2回目の、えー、高値つけていきますはいということでねこの黒の狙、ね、ライン割らないだねうんという感じだと思いますはいということで、えー、一応昨日言いましたけどね この3つの高値抜いてくるよという意見で変わりません。はい。爆上げです。いきますよ、これ。本当に。皆さん、ね。強いよ、今回。XLM と XRP は、ね。楽しみにしとこう。はい。それでは本日の朝の動画は以上ですけど。あ、コメントやった。はい。それではコメント皆さんいつもありがとうございます。はい。ビットコインの正体がバレたという動画でしたけどね。うん。 はい、銀肉さんえ。メタプラ48円から8000株仕込み中です。今日も爆上げですね。エクサルピンの分析ありがとうございましたと。え、縁立て68円。長期塩漬け中ですが。って。ね、68円か。全然余裕ですよ。うん、ね。はい。<laughs> メタプラ目つけてるとこ一緒じゃないですか。ね。はい。ちょっと嬉しいですね。ということで、えー、リップル、ステラーですね。今回強いよ。ということでね。うん、楽しみですね。 はい。朝のお会いになります。皆さんいつもありがとうございます。えー、筋肉さんありがとうございました。はい。それでは失礼します。